やってきました、バケーション。すぐに家に帰ってビシッと決めたらお友達のところへ向かいます。そこは郊外の大きな豪邸。電飾に彩られた幅広のゲートを通ります。中から聞こえてくるのは音楽。中に入ると広いホールがあり、ステージにはロックバンドが演奏しています。あなたはそこでスマートなドレスで着飾ったさまざまな人に出会います。誰もがダンスをしておしゃべりをしてカクテルを飲んでピザを食べています。裏庭に出ると中よりもずっと楽しそうじゃありませんか。大きなプールに飛び込みながらみんなでボール遊びをしています。 DJ がファンキーなセットで音楽を鳴り響かせています。これは人生最高のパーティー。クールな男子や女子とおしゃべりをしてダンスをして食べて飲んで、ロックバンドが湧き踊るような音楽を奏で、ダンスに飽きたらプールで泳ぐ。真夜中には花火が夜空に上がります。色とりどりの光が夜空を真っ赤に染めます。そして朝、どうやって寝てしまったのか覚えてもいません。家の一室で目を覚まし、音楽に耳を傾けます。ドアを開けて階下へ降りると、そこはパーティーの真っ盛り。ロックバンドはまだ演奏中、周りではたくさんの人が踊りまくっています。裏庭へ行き、プールへ飛び込んでリフレッシュ。今日はキャンプへ行く予定だったのですが、パーティーが続いているなら仕方ありません。もう少し残ることにしましょう。音楽に友達、プール、食べ物、カクテル、ダンス、そしてまた夜が更けて、また朝、音楽が聞こえてきます。メインホールへ降りるとロックバンドはまだ演奏中。そろそろ疲れが見えてきますね。ステージの周りにはエナジードリンクの空き缶が散らばっています。昨日出会った人はいないようですが、新しい人に出会いました。外は雨が降っているので、プールには誰もおらず、 DJ は椅子で居眠り。音楽は彼抜きで勝手に流れています。あんまり楽しい感じではなくなってきました。チップスとソーダで朝食をとり、シャワーを浴びに一度家に帰ります。と通りを歩いていると、ご近所さんがパーティー中の音が聞こえてきます。しかしあなたはあまり意識をせず帰路につきます。家で水道をひねると、あれ、水が出てこない。どうやら近隣一帯で断水が起こっており、水が出ないようです。結局パーティーハウスに戻って、そこでシャワーを浴びることにしました。バンドが入れ替わっています。来客の数も増えました。ようやく体の汗を流して、それからもう一日ここにいることに決めました。誰かがピザと飲み物を頼んでくれたので、あなたはまた食べてダンス。そして朝、音楽のせいで耳がガンガン鳴っています。もうさすがにおいとましよう。あなたは階下に降りてステージ上で友達に会います。友達は、このパーティーに1年間居続けた人は100万ドルの賞金をもらえるのだと言いました。こんなに美味しい話はありません。あなたは口を開けたまま居残ることにしました。そして1週間後、耳はだんだん音楽に慣れてきました。バンドと DJ は2日おきに交代しています。また新しいゲストがやってきました。なんだか見慣れた顔もあるような。100万ドルを狙っているのはどうやらあなただけではないようです。7月、家の中をスリッパで歩き回り、踊っている人の間を抜けます。ロックバンドは演奏中。もう知ったこっちゃありません。耳栓を手に入れましたから。仕事は退職し、パーティーライフにオールインすることにしました。せっかく部屋を片付けても、午後には男女のグループが忍び込み、そこでディナーを始めてしまいます。あなたは腹を立て別の部屋で寝ることにしました。8月、家の隅々まで知り尽くしたあなた、日に日に家は劣化していっているようです。壁にはひび割れが起こり、天井は黄ばみ、床はきしんでいます。屋内には異臭が立ち込めています。ある部屋で空っぽのピザ箱の山を見つけました。もう見るのも嫌だ。ピザの食べ過ぎで胃がやられてしまっています。プールは汚れていますが、時折泳ぐ人が現れます。 DJ は交代制。しかし音楽は変わりません。あなたと同じくらいパーティーに出続けている人とも会うようになりました。あまり健康そうとは言えません。目の下にはクマができ、髪は寝癖でぐちゃぐちゃ。あなた自身はどうかと思い鏡を探しますが、どれも割られてしまっているようです。9月、家の中を動き回るのも大変になってきました。足が床にベタベタ張り付くのです。ピザやお菓子の残りかすが散らばり、カビだらけになっています。
そこら中をネズミが走り回るようになりました。まだ踊り続けているゲストもいるようです。床で雑魚寝する人も出てきました。テレビを外に運び出そうとしている人もいます。パーティーがだんだんおかしくなり始めました。翌朝、すべてを元に戻そうとあなたは動き出します。トイレへ行き、バケツとモップを見つけると、そのまま下の階へ。床磨きを始めます。音楽のリズムに合わせて掃除。周りの人も加わり始めました。みんなでお掃除するのも楽しいものです。お次はプール。ネットでゴミを取り除きます。空き缶に空箱、食べ残し、破れた衣服、おもちゃ、入れ歯まで。その後プールを塩素で消毒します。家が再びピカピカになるまで、あなたは2日間徹夜をしました。どの部屋ももう輝いています。ネズミの姿もありません。匂いも良好。ロックバンドが持つ楽器も清潔になりました。もう立っていられないあなたはベッドに倒れ込み、そのまますぐに眠ってしまいました。ほぼ丸一日眠ったあなたは、部屋に飛び込んできた一団に叩き起こされました。大笑いして床にゴミをポイ捨て。ドリンクはこぼし放題。下へ降りればまた新たなパーティーが始まっています。誰もがダンス、そしてピザ。家がめちゃくちゃです。うわあ！あなたは耐えきれず家から飛び出します。もう耐えられない。まだ8ヶ月も残っているのに、この先はもう無理かもしれません。家から飛び出すと、路上ではまた別のパーティーが。誰もが楽しくダンスしています。音楽がそこら中で鳴り響いて。一体何が起こっているんだ？最寄りのお店へ行くと、人々が音楽のビートに乗せて棚から商品をかっぱらっています。別のお店もそのような光景。図書館もカフェも市役所も学校も運動場も、どこもかしこもナイトクラブ状態。そこ行く人に事情を聞いても、楽しいからとしか返ってきません。11月、パーティーの風潮が世界中を覆い尽くしてしまったことをあなたは悟ります。工場、市場、病院、売店は誰もが遊び歩いているために機能停止。路上はゴミでいっぱいになっています。人々は疲れている顔をしていますが、幸せそうです。街全体が断水しており、人々は湖で行水しています。食料がまだ残っているのは幸いで、人はそれを分け合って食べています。1月、雪が降ってきました。みんな歌っています。足の筋肉はダンスのおかげでムキムキに。電気が止まってしまったので、電気系統の音楽は利用できません。ロックバンドはドラムとアコギで対応しています。空き缶をスティックで叩く人も現れました。だんだん頭がおかしくなってきたような気がします。理由もなく笑うようになったし、静かな場所に行っても頭の中では音楽が鳴り響き続きます。3月、雪が溶け、しかしなお人々はパーティー中。まるでホラー穴から出てきたかのような風貌をしています。踊るのに疲れた人は街から逃げ出し、森の中で暮らすようになりました。これが新たなムーブメントになっています。5月、もう今日が何年何月何曜日かも分かりません。あなたは木の棒と石だけで火を起こす方法を覚え、空き缶で音楽を奏で、狩りをして生活します。パーティーに飽きた人は家を破壊し、馬を捕まえてその背中に乗って街を歩くようになりました。そう、パーティーの根底にあるものは原始時代から私たちと共にあったのです。あなたは最も高い建物の屋根に登り、街中がパーティーしている様を眺めます。歓声にガラスの割れる音。あなたは仰向けに寝転んで空を見上げます。こんなに平和な気分になったのは久しぶりです。6月、突然パーティーが終わりました。パーティーのムードや雰囲気が一瞬で消え、人々が現実を見るようになりました。しかし、すべてが終わってみれば、誰もが幸せそうではありませんか。みんな最高のバケーションを楽しんだのです。一体どうしてこんなに長い間パーティーしていたのか、誰も覚えてはいません。ひょっとすると、地球が人類を現代社会のストレスから救うために与えてくれたプレゼントだったのかもしれませんね。